第11次長期滞在は国際宇宙ステーションへの11回目の長期滞在ミッションである。ロシアのソユーズトママイナス6で打ち上げられ、同期は緊急脱出用としてミッションの真ん中 ISS に止まっていた。欧州宇宙機関のイタリア人宇宙飛行士ロベルト・ビットーリはソユーズトマママイナス6で ISS を訪れ、2005年4月24日に 第10次長期滞在の乗組員と共にソユーズとマイナス5で地球に帰還した。このミッションでは様々な機械にアメリカ製とロシア製の宇宙服を着て数度の宇宙遊泳が行われた。2005年7月28日に STS-114 のミッションでスペースシャトルがドッキングし故障していたコントロールモーメントジャイロを交換した。また、 イタリア宇宙機関が製造した多目的補給モジュール、ラファエロが用いられ、ジャイロを含む約4 1 0 0ラムの物資が運搬された。8月6日にはドッキングが解除され、スペースシャトルはラファエロを持って地球に帰還した。第11次長期滞在の期間中に、ロシア人機長のセルゲイ・クリカレフは、セルゲイ・アブデーフが持っていた。 通算宇宙滞在時間の記録747.593日間を更新した。打ち上げ時にクリカレフは624.387日間の記録を持っていたが、ミッションの123日目である2005年8月16日にこの記録を塗り替えた。彼の通算宇宙滞在時間記録は803日と9時間39分に達した。10月3日。 ソユーズとママイナス7がドッキングし、第12次長期滞在の乗組員を運んできた。欧州宇宙機関のトーマスライターは2005年10月に STS-121 でミッションに加わる予定だったが、2006年までミッションが延期されたことで、第13次長期滞在に参加することとなった。ISS から撮影されたスペースシャトルディスカバリー。初めて、 ランデブーピッチマニューバーが用いられた。2005年8月、乗組員は4時間58分の宇宙遊泳を行った。彼らはピアースから細菌を入れたバイオリスク実験装置、ズベズダからスペースデブリ収集機、物質曝露パネル等を取り外して船内に入れた。また彼らはズベズダにテレビカメラを取り付けた。ありがとうございます。